ネカップ第1コースツアーアテネポリス、はい、このコースはね次回ツアーで登場予定です。見た感じハーフパイプとかコースの途中で岩が転がってきたりと、なんだか今までのリメイクコースを思い出すようなねギミックが豊富で楽しそうですよね。第2コース Wii のこのこ岬、はい、大人気コースがここで登場です。まあいろいろねのこのこ岬に関してはわざわざ出す必要がないとか意見はあると思うんですけど、まあなんだかんだね人気ということがあって入れてみました。やっぱりね個人としてもね Wii の頃とても楽しかったし、セブンでもね100回以上遊んだコースなんで、ぜひとも入れてほしいですよね。第3コース GC デイジークルーザー、はい、こちらはねゲームキューブダブルダッシュといったらやっぱりデイジークルーザーなんじゃないかと思って入れてみました。どうやら DS キュラーシップも今後登場する感じがなさそうなんで、テーマかぶりもないでしょう。さらに第5弾配信が多分ね5月6月ぐらいになると思うんで、この季節にふさわしいデイジークルーザーを入れてみました。まあさすがに5月は早いか。第4コースツアーロサンゼルスコースト、はい、まあこれはねもうここでいいんじゃないのかなと思ってます。まさかね第4弾でバンコクラッシュが来てしまったんで、それとチェンジでこちらにロサンゼルスコースト。チェリーカップ第1コースツアーソウルゲートウェイ、はい、まさかの韓国からソウルが登場です。いやねあると思うんだよね。理由としては任天堂と韓国意外と仲いいんですよ。あの YouTube で任天堂コリアと入れてもらうとねちゃんとねあるんだよね公式チャンネル。まあ、さらにね都市としても結構すごいんですよソウルって。都市ランキングで10何位ぐらいに入っていたかと思います。そういう意味で最後のアジア枠ソウルということでよろしくお願いします。第2コース GBA クッパキャッスル4、非常に悩みましたね。なんでサンセット荒野じゃないのかと。まあそれはね BGM リークだけで言えば 100% サンセット荒野なんですけど、まあ一応このねクッパキャッスル4っていうのがね ID ギャップというのでリークされてしまってるんですよね。こんなね GBA のスペシャルカップコースを8デラックスに出さずにツアーだけに出すのか。だからねクッパキャッスル4 8デラックスに来てほしいかな。さすがにね 1,2,3 はねもう飽きてる人多いと思う。私もね 1,2,3 だったら正直いらない。もうどんだけクッパキャッスル遊ばせんだよって感じで飽き飽きしてたんで。だけど4ならねマップもすごい面白いし、一体どんな感じにリメイクされるのか非常に気になります。まあ、あとね候補としてヨッシー砂漠とかもあったんだけど、まあねツアーで遊んだ感じだけで言うとこれは8デラックスじゃないかなと思いました。とてもいいコースなんだけどね。マリオカート9に期待です。第3コース新コースボムボムフィーバー、はい、モブ BR ですね。相変わらずねこのコースについての情報は全く出ていません。ただね一つ思ったのがボム兵いるじゃん、というかボムキング、あれが追加キャラクターとして来るのであれば何かそのボム兵とのコラボコースあっても良いんじゃないかということで入れてみました。イメージ的に言えばリボンロードのバスルーム版でしょうか。随所にスポンジとかねアヒルがいるらしくてね、それを飛び越えてゴールを目指していく。なんとなくステージのノリはアイスビルディングに近い感じはします。第4コース新コース DK ワイルドパーク、モブ DK なんだけどねやっぱりドンキーコング関係かなと思ってます。逆にねこっちが DK 枠入るならもうね GC の DK マウンテンはね個人的にはかなり低くなってくるとは思ってます。やっぱり皆さん大好きファンキーコングがね来るからこそコースとしても DK ファミリー完全復活ということで、またねヨッシーアイランドとは違ったコンセプトのコースを期待したいところです。
第1コースツアーバンクーバーバレー、はい、これはねやっぱりこの時期に来てほしいコースでありますよ。第5弾に移そうか悩んだんですけど、まあなんかさ、バンクーバーバレーはやっぱそのフィナーレ感すごいじゃん、曲も含めてさ。ということでやっぱり第6弾のどんぐりカップ第1コースに配置してみました。第2コース Wii デイジーサーキット、いやーまたね入れちゃいましたね。私の予想を見てもらえればわかると思うんですけど、このコースは外したり入れたり外したりと、そんなのはねずっと繰り返しています。でもねなんだかんだね Wii デイジーサーキット来るんじゃないかと今思ってます。理由としてはね、その ID ギャップとしてまだ残ってること、先日 Wii カラカラ遺跡来たじゃないですか、なんとなくね早閉じり感あったんですよ。だからこれはね第6弾の少し前ぐらいにツアーで配信されて、そのまま第6弾に配信、そんなのを予想してます。あれ悪いぜスタジアムがさ、メイプルツリーハウスと変わった事件あったじゃん、あれの原因の一つとしてこの Wii デイジーサーキットが入ったから、メイプルツリーハウスを第3弾に移した、まあなくはないかなと思ってますね。はい、第3コース SFC のこのこビーチ1、はい、すいません、これツッコミどころめちゃくちゃ多いですよね。なんでクッパ城でもなくバニラレイクでもないのかと、まあまだね私自身もはっきりはしてません、このコースでいいのかどうかは。ただねその SFC の人気枠としてのこのこビーチ結構あるんじゃないかなと思ってます。そういうなんか世間的な意見とか考えると、なんか安心するようなコースのこのこビーチがいいかなと思って入れてみました。個人的にはバニラレイクはないかなと思ってます。やっぱりねコースがね走りづらい、 BGM アレンジは聞きたいんですけどね。またね次回のガチ予想で SFC 枠が変わってる可能性は非常に高いです。第4コース新コースカメックフォレスト、一応これモブ MD となってます。まずねマドリードはね個人的にないと思ってます。まあ昔の動画で話したことなんですけど、マドリードを訳すのであれば MR モブ MR になると思うんですよね。わざわざマドリードをモブ MD にする意味がわかんないということで、これマドリードと見せかけて何かしらのね新コースなんじゃないかなってことでカメックフォレストを入れてみました。まあ要はねホラー枠ですね。新キャラカメックの追加と同時にカメックをテーマにしたホラー系のコース、すごいね妄想なんだけど、カメックが魔法を使ってコースがどんどん変わっていく、そういうコース一つぐらいあってもいいんじゃないかなと思ってます。トゲゾーカップ第1コースツアーカイロターボ、やっぱりねカイロ来ると思います。というのもカラカラ遺跡とねヨッシー砂漠がツアーに登場したわけなんですけどね、なんかね雰囲気的にまだまだ砂漠コース残ってる感強くて、いやどうなんでしょうか。いや逆に言えばコース追加バスにヨッシー砂漠かカラカラ遺跡が来るのであればカイロはおそらくないでしょう。ただやっぱりね今の状況からするとカイロが残っていて、なんかそれの匂わせとしてその2つのコースをこの前実装した、そう捉えてはいますけどね。カイロって意外とね面白い街なんですよ。ピラミッドとかねスフィンクスだけに注目いってますけど、街自体もね味わい深いものになっていて、ぜひ都市コースとして再現してほしいですね。第2コース GC クッパキャッスル、最後にふさわしいんじゃないのとは思ってますね。もうここはね任天堂にね任せましょう。多分 GC クッパキャッスル入れてくれると思います。あとちなみに GC 枠一つ減ってますね。本当はね減らす必要もなかったんだけど、やっぱりね Wii コースとしてデイジーサーキットが残ってるっていうことがあるから、それに比べると他のさキノコブリッジとか DK マウンテンディズノジャングルは優先度低くなっちゃうかなと思ってます。ほんとねダブルダッシュ好きな人には申し訳ないんだけど、任天堂的にもねなんかそんな感じするんだよね。だからこそそのお詫びというかさ、 GC クッパキャッスルを出すから許してくれみたいな感じでこのコース登場するかなと思ってます。第3コース新コースパックン神殿、はい、これはねなんとなく第6弾に来る気配はします。第5弾でも別に悪くはないんだけど、のこのこ岬とかさデイジークルーザーがいて、そのまあ水系のコースかぶっちゃうから、まあ一応第6弾に引っ張ってきました。それ以外に特に理由はないですね。ツアーの中でもだいぶね面白いコースに仕上がってるんで、グラフィック一新して8デラックスで早く遊びたいですね。第4コース Wii レインボーロード、はい、これはもう言うことないですね。ただねグラフィックがどんな感じにチェンジされるのか非常に気になる。さすがにセブン虹と同じことやってくるとは思えないから、なんだろうねタイルがもっと神秘的になったり、 GC レインボーロードみたいに街が追加されたり、いろいろ妄想が膨らみますよね。
はい、という感じで今回ガチ予想4月終わりたいと思います。ぜひ皆さんも何か意見あったらコメントにお願いします。